メルスプランをさらに発展させるべく、度重なる研究を重ね、困難と言われていたモールド製法によるハードコンタクトレンズの製造に成功したメニコン。その実用化製品として2018年11月に3ヶ月定期交換型レンズ4シーズンの販売を開始。製品の特徴について田中は次のように語る。いわゆる4シーズン、3ヶ月に一度交換すればいいじゃないかと。1人に4枚渡しても、片側4枚渡しても採算は合うと。しかし3ヶ月で長いよねと。だっていつレンズ取り替えたか忘れちゃうよね。じゃあ忘れないように季節を感じようっていう発想が4シーズン。そのために色を4色に分けて、自分の使っているレンズの色、薄くついている色で自分がいつ変えたかの季節の感覚を覚えていれば、体が季節が変わったなと思った時レンズを交換すれば、そうすると酸欠リプレイスに大体なるんですよ。それがこのレンズのアイディアなんですね。海外展開についてもまだまだ拡大できるチャンスがあるという。売上が10、うちの場合連結で10数%しかないので、これをね、将来的にはやっぱり 30% と伸ばさなきゃいけないと思うんですね。日本だって少子化ですから、人口はどっかで減っていくわけですよね。コンタクトユーザーだっていつまでも永遠に伸びるわけがないので、これはもうどの業種でもそうでしょうけども、海外のマーケットを開拓しなければやっぱり先細りになっちゃうという意味でも海外比率を伸ばす。ただ一方でうちの場合海外が10数%しかないので、伸びしろの方が大きい。これは自分で楽しみだなと思うところなんですね。2019年1月時点でメルスプランの会員数は130万人を突破し、この基盤をもとにコンタクトレンズの製造技術やノウハウを新規事業に応用拡大していきたいと語る田中。その真意とは、企業理念としてはその見るということを中心としたその活動なんですけどね。この見るというのは別にその目で見るだけじゃなくて、感じてみるとか触ってみるとか聞いてみるとか、場合によっては味わってみるとか、見るというのはあらゆる見るがあるわけです。で、我々はより良い視力の提供を通じて広く社会に貢献するというのをスローガンにしてきたわけですけど、ここからその視力と言っているのは単に目の視力だけではなくて、そうしたあらゆる見るを指す。で、その見るを実現する新規事業を拡大していきたいっていうふうには理想としては思ってるんです。